スーパーサイヤ人のその先へ、戦士たちの荒修行。何もかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと。こんなとこで一年も。早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕がなれるかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。僕ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。ほら、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしご飯、おめえにゃそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え？僕がお父さんを？そうだ、絶対にそうなっと。ほら、そんな、僕がなれるのかな。すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てず、じっくりやっていこうぜ、ご飯。まず。準備運動だからって、手加減はいらねえぞ。はい。付け方はさすがのもんだ。ピッコロに叩き込まれただけのことはあるな。じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。はい。違う違う。
それじゃ木をでっかくしてるだけだ。すがれ、プツンと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。いきなり上手くなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。焦ることなんてねえぞ、ごはん。はい。さて、一家、俺も行きます。勝手にしろ。よっ、はっ。カカロットたちがよく集まっているジジイの村。ザコどもが。セルの野郎を見つけても、お前は手を出すな。18号たちの姿が見えん。この辺りの農業家の島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。分かった。現れんか、面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。この俺の力を味わってもらおうか。ヤリックホーン。どうした、眠りでもしてやがるのか。この程度で生きがるぞ。真面目
にやれよ。これから地獄を見せてやるぞ、ベジータ。本気にさせたいよ。この私をどうだ。最後にさらに。この程度か。ギャリック砲。ビッグバンアタック。こんなことがあってたまるか。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな、貴様はベジータだろう。違うのか。違うな、俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ、あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うわー、チキショー、チキショー。完全体に、完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。よし、10メートル以内に、このコントローラーで18号をストップさせても、チャンスは今しかないんだ。じゃあね。お前は、あれはまさか緊急停止コントローラー。ブルマさん、ごめん。え、うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ、頼む。なぜだ、なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろう。それは私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなれば、この俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。ほう、父さん、まさか。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう。完全体になった私と。いいだろう、貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け、父さん。父さんは逃がしても
この俺は逃がさんぞ。おいベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れていやがったのか。おい、セルに見つかったぞ。しまった。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。情けないやつめ。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。天元しまった目が。やめろ。18号、いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。出来上がりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、アトランクスが預かっていた線図で一命を取り留めたクリリンは完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべ、セルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、進化は究極へ、全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。これがスーパーベジータか。
おやおや、差が大きすぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉を。さてと、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス、早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そういう人だ。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。しぶといな。まだかろうじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞベジータ。トランクス、お前を殺すぞセル。強気なセリフだなトランクス。クリリンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。の木が極端に小さくなった。セルの木はでかいまま。やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。お前にもベジータにも随分失望させられた。最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきた。時間があればさらなるアップも可能か。やってみなけりゃわからん。可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会、10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。ただしお前たちの相手は私一人でいい。1対1で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。待てセル、武道大会の目的は何だ。武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。ああそれでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは戦図で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会、俺たちを使って遊んでやがる。ちくしょう。俺、悟空さんたちが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済むことだ。俺も大会に出る。頼む、俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。
ヤク、ふざけるな。貴様もドクターゲルの作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん、心配しなくていい。こいつは多分悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどいやつじゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ、次元そのものが。わあ、おめえはオラの考えてた以上に強くなってくれたみてえだな。そうかな、僕にはよくわからないけど。だがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力。そろそろ修行の仕上げに入ってみるか。仕上げ。ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。倒すが、倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。おめえの力、オラに見せてみろ。はい。はい。タッ、いや。バッチリみてえだな。はっ、はい、えっ、あ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 っ、伊藤ご飯、今すぐにオラを超えられそうだ。超えるにはまだまだ時間が必要そうだね。僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりで、それを超えるって。それについては考えがあんだ。わ、そのために今のオラたちがやれっことは、スーパーサイヤ人にしっかりなる。スーパーサイヤ人になれる。ああ、これから寝るときイゲーはいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけど、それがスーパーサイヤ人を超える一、はい、セルは
トランクスに武道大会の開催を告げた後、その後テレビ局に乗り込んだセルは全世界に向けて流した放送で地球全体を恐怖で包み込んだ。セルゲーム。セルただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を、そして参加選手全員がセルに負けた場合、世界中の全ての人間を殺す。その宣言が冗談などではないことを証明するように、セルは街の一角をやすやすと破壊し、そのセルの行いはたちまち世界中をすさまじい恐怖で覆い尽くした。平和な世の中で弱体化した軍や警察ではどうしようもない敵であることは人々は忘れていた。その昔ピッコロ大魔王と戦った小さな少年、そして人々は知らなかった。ベジータたちサイヤ人やフリーザと戦った戦士がいたことを、孫悟空の存在を。クソ、何がセルゲームだ。まさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて思いませんでした。セルに全員負けたら世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ3時間近くある。ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない。まだ勝負の日まで9日もあるんだ。孫たちの木だ。あいつらもう部屋から出てきたのか。なんだと。なんでこんな早く。あれ、やっぱベジータもトランクスもいつをセルの気も感じっから生きてる。あ、あれはご飯か。なんだあいつら、あれはスーパーサイヤ人か。いや、雰囲気は少し違う。ごく自然にあの状態で嫌がる。何があったんか教えてくれ。あ、はい。実はセルゲーム、武道大会か。面白いこと考えやがったな。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえか。ああ、捨ててない。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。わかった。かっこいいやつをプレゼントしてやる。は？ありがとう、ピッコロさん。で、どうなんだ？セルを倒す自信はあるのか？わかんねえさ。完全体ってやつになった。あいつには会ってねえからよ。これから、ちょっと見てこっから。孫悟空か。ああ、そうだ。どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな、いい試合になりそうだな。あそこまで強くなっていったかな。どうでしたか、悟空さん。正直、あそこまですごくなっていったわ。やってみなきゃわかんねえが、このまんまじゃ。そんな。
もう一度精神と時の部屋を使うがいい。時間はあるんだ。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。なぜだ。あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸1日は十分に入っていられるのに。あそこの中何もしなくても相当体にきつい。十分に休めてやった方がいい。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう音を上げたか。かもな。だがこれ以上無理に来ていてもつれえだけで修行じゃねえ。でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残ってるみてえだし。なんだと？気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。行こう、ご飯。あ、はい。武道大会セルゲームまであと9日。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は3日休んで3日特訓、そんでもってまた3日休む。ねえお父さん、本当にそれでいいの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてけれ。ん？やっぱ自分家が一番だな。
悟空さん、修行さん終わったんだろ。だったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど、まあいっか。なら決まりだな。せっかく悟空さんが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて家族3人で湖畔に。そっか。なんか準備はいるか。持ってくお弁当作りてえから、肉と魚をいっぺー取ってきてほしいだ。肉と魚だな、任しとけ。そうだな、欲しいのはこれで全部だ。よろしく頼むだよ。父の弁当楽しみだな。精神と時の部屋のご飯はあまり美味しくなかったよね。やっぱうめえ飯食わなきゃ力が出ねえし、早くあの部屋出てよかったぞ。ロッキー、ロッキー、へへ、気が満ちてくんのかな。かな、もっ、こりゃすげえ気の塊だ。よし。どんなもんで。うまそうな魚だな。嫌がんな、さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな、さっさと片付けちまうか。そんなもんで。よし、魚はこんくらいでいいか。よし、
これで全部だな。父んとこへ戻るか。よし。なもんで、この艶絶対うめえぞこの魚。うまそうな魚だな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ロッキー、頼むだぞ。父、弁当の材料もう持ってきてくれただか。さすが悟空さだ。父の弁当楽しみだな。腕によりをかけて料理するから。ちょっ、よし、お弁当も詰め終わっただ。うひゃー、せっかくだし新しい料理に挑戦してみたべ。料理の、おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発してだな。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手。みんなで均等運に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか。そういうもんだ。悟空さ、初めて会った日に二人で均等運に乗ったこと覚え。もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行った時のことだ。なんだ、あの時ほら、悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。あ、そうだったんか。んだ、今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまで、お母さんお父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。お父さんが心臓病で倒れている間。そうだ、せっかくだからしばらく二人きりにしてあげよっと。あの、僕ちょっと用事を思い出したから二人は先に行ってて、僕もすぐ追いつくから。え、ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ、目的地は分かってるし、車より武空術の方が早いから。しばらく二人でドライブしててよ。そうけ。それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。分かった、それじゃご飯。さて、これからどうしようかな。ん？電話だ。誰からだろう。はい、もしもし。あ、ご飯くん、私よ、ブルマ。あのさ、ソウくんいる？え？お父さんですか？お父さんはたった今
お母さんと出かけちゃいましたけど。もうタイミング悪いわね。あの、どうかしたんですか？あのね、今うちでクリリン君が連れてきた人造人間を頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで、調べてみたらご飯くんの家の近くでしか取れない鉱石を使ってるらしくてさ、ゾンくんに取ってきてもらおうと思ってたんだけど。なんだそんなことですか。だったら僕が届けますよ。本当？ラッキーだ。それじゃあさ、悪いけど今から言うやつを。はい、わかりました。それじゃよろしくね。暇だったしちょうどいいや。よし、